クルーズ TV 東雲カンパニーライブ TV 暖くスタートです。イエーイ。はい、それではメンバー紹介に行きます。はい、コマちゃんこと駒井健人です。よろしくお願いします。お願いします。はい、東雲こと東雲玲香です。お願いします。お願いします。はい、そうちゃんこと長谷川相馬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、はい、ちょっとね、はい今自分でちゃんと言えたことをすっきりしてます。素晴らしい、本当に素晴らしい。これ何が起こったんだという人は絶対に本編を見てほしいですね。はい、本当にそうちゃんことね、相馬さんの本当の頑張りが絶対出るんで、ね、そう、これはね、何をあったか言わない方がいいですよね。言わない方がいい。見てもらって、ね、見てもらった方がいい。本編見てもらって、なんでこうなってんのかと。そう、正解をコメントしてもらってね。はい、で、相馬さんお疲れと。お願いします。コメントお願いします。相馬さん、ハッシュタグ相馬さんお疲れ。お願いします。はい、というわけでですね、はい、YouTube をご覧になっている皆様、このチャンネルは週5日から6日この番組以外の多数のベル番組を制作配信しております。もしよろしければ YouTube 内にあるクルーズ TV のチャンネル登録、いいねボタン、ベル通知設定を押していただいて、チャンネルの盛り上げにご協力くださいということです。はい、お願いします。はい、というわけでですね、今日私篠宮カンパニーライブ TV ですね、コマちゃんと相馬さん初対面なんですよ。はい、初めまして。はい、初めましてということでですね、コマちゃんはシンガーソングライターさんで、はい、相馬さんはモデルと俳優をやられているということで、はい、なんかそう、私なんかこうこのアフタートーク結構その皆さんに活動を聞いたりとかする感じだったんですけど、はいはいはい、すごいざっくり聞きますけど、シンガーソングライターと俳優とモデルをやっていて、今まで大喜利ってやったことありました？ないです。ない。今トーンが一番下がりましたけど、ないです。あ、なんかでもクルーズ TV さんの他の番組の時になんか会あったかもしれない。本当そのレベル。なるほどね、はい、なるほど。なんかすごいね、かわいそうだなって思ったのが、なんか先にコメントを読むじゃないですか。はい、もう出てるんですよ。そうそう、視聴者さんの方がやっぱボロすぎて、ね、28回をくぐり抜けてる、来てる強者どもたちだからね。こうそう、強者たちだから我々のね、その28回先輩の方々が、そうですよね、先に回答を残して行かれるからね。本当に皆さん先輩ですから。すごい、相馬さんがどんどん赤くなっていくのかと。やばいですよね、本当に。ね、どんどん赤くないですか。何があったか分かんない。皆さん本編ね、はい、本編を、はい、そうそうね、本編をご覧になってください。はい、はいはい、というわけで、なんかコマちゃんは、はい、なんかこうコマイケントとひらがなで検索すると、はい、曲が出てるっていうふうに聞いたんですけど、はい、どういったジャンルを歌われてるんですか。結構でもジャンルはいろいろですね、うん、今その4曲の CD が出てて、うんうん、まあ、ロックの曲調のものもあれば、うんうん、一番僕が推してるのは、僕のヒーローっていう、ちっちゃい時に僕虫捕りとかばっかしてたんで、うん、その大好きな虫について作った曲があって、まあ、それだと結構なんだろう、まあ、ポップスじゃないですけど、なんだろう、まあ、シンガーソングライターっぽいっていうとあれですけど、そんな感じの、はい、バラードっぽい、バラードではまたないって言って、ね、J-POP っぽいってことですか。なんかジャンルで言うと昆虫食を推進する方それ分かります。昆虫食を推進する方。いや、なんか聞こうと思ってこの後に、はい、今流そうかなとかで。でもなんか、ね、そう、なんか気になるなって、いつから活動されてるんですか。いつからシンガーソングライターになるの。なるほど。でも高校卒業して専門学校行って、最初は声優さんになりたかった、うん、あ、そうなの、声の仕事、それこそね、相馬さんと声めっちゃいいから、うん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 、はい、で、そのたまたまそういう学校に行った時に、うん、なんかまあ声優さんも歌を歌う時代になってて、うん、どっちもやるみたいなコースができたんですよ。そう、はい、あ、そうなんですね。それでたまたまその歌の先生が、僕出身奈良なんですけど、うんうん、1年目大阪校にいたんですよ、で、その大阪校の先生がもうめちゃめちゃ癖強い人で、でもめちゃめちゃ音楽楽しいみたいなのをもう引き出してくれた先生がいて、その人の授業を受けてから、あ、自分こっちの方に進んでいきたいなと思って。あ、なるほど、はい、そういう進学を進んで、はい、絶対噛んだ。じゃあ今のは多分普通に単純に噛んだ。何でも面白くなっちゃった私、本当に何でも面白いですよ。じゃあ壊れちゃうんで、もう、もうね、もうエンジンが今ね、ガソリン入ってますからね、はい、オーバーヒート中ということです。本当です、はい、ね、そうな、ということは、はい、もともとシンガーソングル
ライターというかその歌手になるつもりがなくて声優から入って で、はい、音楽楽しいってなって、はい、でもその先生すごくないですか、ね、めっちゃすごいですね、めっちゃすごいですよね、はい、本当に、いい話、めっちゃいい話、めっちゃいい話じゃないですか。ということで関西地、あ、そうです、はい、え、私兵庫県出身なんです。あ、本当ですか。どこですか。僕、奈良です。奈良県なの、はい、え、じゃあ奈良から大阪にってことですか。奈良から、まあ、実家は今京都にある、結構、うん、なんだろう、転勤がお父さん多かったんで、うんうん、奈良行って大阪行って京都行ってみたいな、そういうのが何回かあって、実家は京都にあって、僕だけその後、なんだろう、まあ、僕とお父さん以外は京都にいて、うんうん、で、まあ、こう学校自体は大阪と東京にあったんで、まあ、1年目は大阪、家から通える大阪校行ったんですけど、うんうん、まあ、どっちみちもう1年したら東京行くかと思って2年目から東京来たんですよ。ああ、そうなんですね、はい、でそこからはもう東京行って、すごい、割となんか、うん、関西弁出ないねとかはよく言われるんですけど、全然出ないんですよ。関西出身と思わなかった。分かんなかったです。え、関西ですか。全然違います今関西スタンスで喋ってますよね。でも僕も、はい、岐阜なんで、あー、じゃあどっちも、はいはいはい、エセが入るんですよ。なるほどなるほど。エセが入っちゃうんですよ。俺エセなんですよ。俺エセなんで、はい、申告しちゃいます。俺エセなんですよ。え、それ、え、じゃあ、はい、でもすごいな。でも、え、じゃあ東京ってまだ、え、でも8年ぐらい経ちました。あ、結構経った。ちゃんとベテランでした。もうなんかで要素がね、え、多いから。そう、え、でも確かに私もなんかその声優さんで舞台共演する子多くて、はいはい、それこそね、福岡由衣ちゃんとかはすごい、ね、それこそ中目黒キンケロでやった舞台が愛を探すかいぶつっていう舞台なんですけど、まあ、草壁美弥ちゃんという女優さんがいまして、美弥と福王ちゃんと私のグループラインがあるんですけど、はい、それがミヤかますよね。ミヤがグループラインを作って行きましょうよって、急にグループラインに招待されて、なんだろうと思ったら酒を探す怪物って。そういうグループラインがあるんですけどね。いや、でもそう、彼女もその声優さんで、でもアイドルになってみたいな感じだったから、そう、面白いですよね。舞台でめっちゃ多いです最近、声優やってるん、そう、元でなんか今声優なんですみたいな、はいはいはい、だから女優ではないのでみたいな、いろいろみたいなこと言われること多くて、なんか一回私がめちゃくちゃ笑っちゃったのが、なんか私声優なんですけどみたいな、皆さんの足を引っ張るかも、女優さんとかいらっしゃったらみたいなこと言われて、でみんな、あ、全然みたいな、よろしくお願いしますみたいなやつで、結構そのお姉ちゃんだったんですよ、はいはい、でなんかこう一緒にご飯を食べてる時に、声優さんこれされて、あ、すごいですみたいな話してたら、なんかうちらより全然舞台とドラ映像アホみたいに出てて、いや、私らより仕事してへんかみたいな。で声優の仕事、え、じゃあ声優何や、あ、今、まあ、今までやったキャラクター2つしかないんで、いや、じゃあもう女優やみたいな。確かに、でも女優やでみたいな、女優やと思うでみたいな。そうそうそう、面白いよね。いや、でもそういう人いますよね、今ね。今そう、なんかこう学校を通ってたんだけど、私一体何をやってたかもう分かんないのって言ってました、その人が。声優の学校通ったけど、そのこう演技の仕事が多くなりすぎて、舞台、そうそう、肩書きは何なんだと、そうな、自分でも思っていると、一応声優って言われると嫌われるか一応言ってるんだけど、まあ、私も結構キャリア積んでるとは思うって言ってました。急にドヤ顔やる。急に来たな、おいおい急に来たなっていう、まあすごいいい人です、はい、いいですね、はい、じゃあ次は相馬さん、相馬、はい、長谷川相馬さん、はい、はい、普段はモデルと俳優をやられているってこういうことです。そうですね、俳優が先ですか、モデルが先、始めたのはモデルが先です。あ、ですよね、うん、身長めっちゃ高い、何センチですか。ありがたいことに180センチ。でかい。母ちゃんありがとうございます。ここで伝える、はい、お母さんへのメッセージ、はい、180センチ、日本、純日本人ですか。もちろん。逆にハーフ。ハーフがいますこの顔で。でも180センチ大きいですよね、やっぱり。で、俳優さんもやられてる。役者はそうですね、1年ちょうど、うん、1年ちょっとなんですよ、東京に越してきたのが、そうなんですか。去年の2月に越してきたばっかで、はい、その越してきたタイミングで役者っていうのを、うん、そうなんですね。映像
舞台どっちも昨年まではずっとちょっと舞台でお世話になって、はい、出させていただいて、今年からちょっと映像の方力入れたいなって今ちょっと頑張ってると思います。なるほど、あ、でも全く私と一緒だ。そうですね、私も去年、あの舞台アホみたいにって言ってた。素晴らしいですね、はい、アホみたいに、はい、そうでしたもんね。そう、舞台、そうですね、バカみたいに出てて、あ、バカちょっと柔らかくなったかな。なんかでも本当になんか出てたんですよ。でもなんか舞台はすごい楽しくて、うん、なんかこう、なんかやっぱ来てくださるファンの人とか、なんか同じステージを何回も見てくださるじゃないですか。 あれって本当にどこなんだろうって思うところが自分的にあって、はい、なんかそのコメディとかならアドリブの場所があるから多分見ててもきっと楽しい、うん、そう、若干違ったりがある。そうですね、うん、そう、去年とかだったそうそうそう、ね、なんか劇団バルスキッチンさんというところのお笑い芸人さんがもともと始めた劇団さんなんですけど、うん、高島平っていうところに劇場を持っていらっしゃって、はい、すごい面白いんですよ。ものすごい面白いんですけど、毎回違うことやっていくんでなんだって思う感じだったんですよ。私は結構その私はブレちゃいけない役というか、はいはい、その私ともう一人だけブレないでって言われるんですけど、私は笑かしにかかってくるから、うん、みたいなのがあってなんかあったんですけど、なんかその世紀末みたいなメイク急にしてきたりとか知らされてない、知らされてないんですよ。何にも知らされてないんで急にここに来るから、一応なんか私ね思い人設定、はい、でその人は私のこと大好き設定だったから、なんかすごいこう距離近くなるじゃないですか、うん、その時とかね、あの羽に、はなんか月まつげに羽をつけてきた時があって、そうやって見た時にいやなんかね、あの我慢はできるじゃないですか、はいはい、表情の我慢は、はい、近づいてるから羽ひら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 ファーン、ひらひら、これがダメで私やばいと、いやあれねきつかった。いやそう、でもなんかああいうのがあれば何回も見れるなって思うんですけど、うん、結構悲劇ものとかすごいんじゃないかなっていうふうに思って、来てくださる方本当にありがたいなって思うんですけど、羽は経験ないですね。これから経験していただいてとか、つける方なのかつけるの見る派の見る方なのか、そう、ほんとしんどいっすよとか言って心の準備は持てました。見てください。いやでもね、なんか、そっか、じゃあ映像の方に今からそうですね、映像をやりたいなっていうのがありまして、うん、やっぱり映像の方、確かに映像映えしそうですよね。めっちゃしますよ、ね、舞台舞台楽しいんですけどね、やっぱり。いや、やっぱ今までどんな役やられてきたんですか、うん、どういう役これを言うと、はい、あれなんですけども、女をたぶらかす役。だと思う、私も思いました。何役ですかって言おうと思ったもん。そっち系ですよね、そっち系っていうのも。なんか何人も恋人がいますとか。うんうん、はい、あ、似合います、はい、似合います。それなんか全然褒め言葉になる。いやでもね、境にやっぱいるんですよね、絶対そっちだなっていう人、絶対そっちだな系だなっていう、そっちだな系だたぶらかしてる系、そっち系だなっていう、そうなんだ、だからそういう似たいやでもこれ皆さんにお伝えしたいですけど、これアクタートークだからいっか、はいはいはい、舞台出られてたら分かると思うんですけど、はい、女優と俳優で結構、まあ、モデルも含めですけど、なんかチャラい人が多いんじゃないかみたいな人多いじゃないですか、結構お客さんとかも、そうですね、イメージイメージね、はい、これ実際言いますけど、チャラそうに見えたりとか、まあ、ファッション的にこうおしゃれいやみたいな感じのタイプの人より清楚系とか真面目っぽく映ってる人の方がよっぽどやばいですよ皆さん。何もう絶対じゃないですか、じゃあおばちゃんの方がじゃあやばいってことですね。すみません、いつも遊びまくってました。絶対ないでしょ。絶対ないでしょ。昨日も実は今日もこの後って。この後予定がありますと。今日もこの後って。いやでもね、本当そうなんです、そうじゃないですか結構。いやでも確かに何となくわかります、それは。わかりますよね、そのなん。ちょっと地味っぽい人の方が。あ、そうそうそう。特に女の子そういうイメージが多いかも。あと男の人はなんだろう。これ言ったら良くないやつ。なんかだって言ったらさ、ある程度劇団絞られるじゃないですか。まあ確かに今日そこは。今までだって去年出た劇団なんだろうってなるじゃんみんな。で、まあ、劇団。でも言わないとしても、でも私が友達とかから聞いた話は、なんか本当になんかその俳優さんとかにこう。なんかこれ私の持論、あくまで一意見ですよ、はいはいはい、
遊ばれたとか、なんか私が被害者ですって言ってる女の子は自分から言ってます。自分から言ってる、言ってるんよ。多分正論ですね。いや本当になんか指導結構こうやっぱ元々アイドルをやってきて、はいはいはい、中高一貫で6年そう女子校にいたこともあって結構相談されやすい雰囲気してるのか、なんね篠の目みたいな、なんかこの間こういうことがあって、でもさすがにやっぱりなんか私は芸能を真面目に頑張りたいから、なんかそういうのは良くないと思うの。でも誘われてるから1回ぐらいは行った方がいいのかな。もう5回断ってるんだけど、なんか誘われたから1回ぐらいは行かないと失礼かなって思うんだけどって、そんなことはない。そんなことはない、行くな。その喋り口調特定されません。大丈夫ですか？だいぶ特徴出てましたけど。いやそうなんかね思うんですよ。なんかいません、なんか女の子でなんか相談してる風で、あ、わかります、なんかこう選択肢こう決めとるやんけみたいな人、はい、自分の中でも答えを分かってる、ね、そうそうそう、はい、でそれでなんか私がこう面白いぐらいに反対の方乗っていくじゃないですか、私も分かってるから、そしたらでもなんとかなんとかなんだよね、でもなんとか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 なんだよねでもで私が、あ、じゃあこうなんじゃないってそっちに乗っかるじゃないですか、そしたらもうここぞとかだよねいや女の子って難しいですよね。だから本当に僕の中でやっぱ女性 の、うん、あの悩み事っていうのは、うん、なんかあの意見アドバイスを聞いてほしいじゃなくて、うん、あ言ってほしいじゃなくて、うん、共感してほしいだと思うんですよ。いやだと思う、だと思う。女性の ね、男側からすると、うん、なんかあのこういう悩みがあるんですよって言ったら、うん、アドバイスくれる、あそうですね、なるほどなるほどみたいな感じあるじゃないですか、うん、女性って多分全然真逆だなって僕の中では意識があるんですよ、うんうんうん、共感を求めて、多分共感を、あのこういうことがあったんだよね、あそうだよね、大変だったよねっていうのを求めてるんじゃないかなっていう。あでもそう、それはタブローガスですか、クソくらいやと思ういやでもね、なんかうまいうまい、そう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 、本当にね、あるあるだと思います。皆さんの周りにもいますよ、皆さんの周りにもいると思います案外近くにいるんじゃないでしょうか。 あの本当にね、あのマジで大変なんですよ、こういう人って結構一回乗ると何回も同じ相談されるから、まあ言うたやんってなるじゃん。でもってまた言うから、でもだけど好きにせえ、そうそうそう、言いたがる結構好きにせえって言うじゃないですか、そしたらめっちゃ長い長文のごめんが送られてくる。それもそれでじゃないですか。だからそうめっちゃ長文の、なんか小説でも書いとんかみたいな。なんか LINE の文章いくらスクロールしても終わんないって。レイカちゃんの確かにあのなかなか話しちゃう忙しい時間になんか休んでもらった方がいいとは思ってることもあったけど、でも聞いてもらえる人がレイカちゃんしかいなくて私は。すごい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 。今シリカのように喋ってましたね。本当に淡々と。大体そういう人ってあの本当にあの。成長環境からあの喋り始めるの、その後私は小学校の時、はい、おーあるわ、大阪登ってやばいやばいやもうここがどこまで行くんや、大学までかどこまでやいやそうそうそうなるからね、結構大変なんですよね。なんか全然ね、あの相馬さんの話してた全然違う話言っちゃいましたけど、だいぶそれましたけど、まあ、いつもそれてるんで許してほしいところですね。はい、そうですね、僕ありました、うん、そう、人は見た目じゃないよって、あ、まとめるじゃないですか、はい、そう、ありがとうございます、じゃない方向に、そう、第一ボタンも閉める人間、これは脱がされたんですからね。そう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 。はい、の下りもね、あの、ね、本編の方に、はい、見ていただければ。本編見ていただければ、はい、脱がされたんですから。はい。脱がされたんです。なんかマイナスイメージだと思いますよ今。あのなんて言うんだろう、あのなんかあのね、あのなんかそういう系の役でしょみたいに言われて脱がされたんですから。高評価お願いします。ね、これを見てる制作側の方がいたら、はい、田村かす役あったらもうぜひ、はい、ぜひ。あ、そうですね。よくないよくない正義のたぶらかし俳優、イメージがキャッチコピーがね、そうそうそう、はい、正統派はい、というわけそうなんだ、そういうなんかつぼがありました、相馬さんのねキャッチコピーが決まったところで、はい、それではですね、はい、本当にね、アフタートークもそろそろ時間だということで、はい、皆さんぜひね本編見てください、はい、そしてね、こまちゃん、相馬さん、篠のメーカー全員 SNS フォローしていただけたら大変嬉しいです、皆さんお願いします、よろしくお願いします。はい、それでは最後までご覧いただきありがとうございました。初めての方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではバイバーイ。
ということで、バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。